チュース。ピザオケイクの翔太です。さっさんです。あさちゃんです。本日も最後までよろしくお願いします。ありがとうございます。はい。本日は、はい、なんと、はい、アマゾンさんから差し入れをもらいました。イエーイ。ありがとうございます。ありがとうございます。あらす。まあ早速出していきます。はい。それがこちら。ででーん。こう、お菓子系だね。タコの月かな。うん。富士山のふもとから美味しいお菓子をお届けします。はい、うん、これはもう本編行ったら行きます。はい、はい、はぎの月が届きました。違います。違います。タコの月です。はい、はい、もう早速開けたいんで行きますか。はい、うん、はい、ということで本日は甘党さんからもらった差し入れをいただきましょう。イエイ。それでは最後までご覧ください。どうぞ。ということで、早速開けていきます。はい、はい、開封の儀、開封の儀、第2弾第3弾そして最後、ドーン。はい、お、なんかセットみたいなことになってる、うん、こちら、はい、モナカ、うん、富士の白帯、はい、富士の国、モンパリ、モンパリ、アンズとチーズ、これがフィナンシェかな、マドレーヌ、はい、藤山おかげ餅、梅昆布茶。なんかね、ここの今詰め合わせのやつ、うん、見たらね、迎春お楽しみセットというやつらしいです、うん、でね、ここのね、タゴの月の代表銘菓としてタゴの月もなんか富士山頂っていうのがあるらしく、あと富士山おかげ餅っていうのがここの代表のやつ、うん、あとモンパリだね、うんうん、モンパリ、うん、ね、静岡県富士市にありますタゴの月ですね。まあ興味のある方はタゴの月、田んぼの田に子供の子にひらがなののに月、はい、で調べてください。はい現場からは以上です。おかげ餅から食いますか。はいはい、いただきます。いただきます。いただきます。富士山の形してる。いただきます。あ、ほんとだ、もっちり、うまい。もちまんじゅう書いてある。うん、もマジもっちり、うん、すげえ。これ好き、うめえ。皮にもちが入ってんのかな。めっちゃもちもちしてる。多分曲がってるんじゃないかな、多分。うん、俺ほんとにこういうタイプめっちゃ好きっす。もちもちとしてるな感じです。白タイ、なんかちょっと待って、触った感じ一緒のような感じがするぞ。食感一緒のような感じがするぞ。いただきます。あれ、これがお月様っぽいわ、満月の。おいしい。どういうこと。え、満月のお月様っぽい。あ、そういうこと。これ白あん、ね、しっとりとしたミルクあんに、ミルクあん、小豆の粒を入れ、もちっと特徴的な食感の皮で包み、うん、焼き上げました。うん、おいしい。だとそう、だと、だとそうってなきゃ、だとそう、だとさこれもね、もちっとしたような感じの食感で美味しいですよ、うんうん、ね。次、モンパリいきます。チーズとあんずがあります。まあ、あんずからいきます。うん、こんな感じ、なんかこれチーズ、あんずじゃね、あんずだね。うん、そうでしょ。こんな透明度あるチーズ、うん、初めて見るわ、うん、いただきます。はい、いただきます。うん、うん、おいしい。あんずのジャムかな、うん、うん、うまい。程よい酸味、このモンパリの周りのあれが甘いから、うん、そのあんずの酸味でね、うん、いい感じに、うまい。ジャムじゃない、これゼリーっぽい、クラッシュゼリーみたいな。ほんと、うん、あの、ゼリー大好きだからゼリーはうるさいと思う。うん、うん、で次チーズいきます。チーズ、朝ちゃん朗報でございます。はい、説明のところには適度な酸味のあんずジャムって書いてある。ほーらいや、ちょっと何のこと、説明が間違えてるのかな。間違って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 、あ、あ、あ、打つそこで、ごめんなさいわ。ごめん、いいよ。
俺はいいよ、朝ゼリーあげるやつだった、うん、え、ちょっと待って、大丈夫、どうせ髪の毛ついても俺も髪の毛だから。次、チーズ。はい、チーズ。うん、こういう感じのチーズね、クリーム系でバターに近いような、正解はさっぱりと程よい塩味のチーズバタークリームと。バターあるんだ、うん、やっぱり。あ、そうです、美味しい。やっぱり周りがね、甘いんで、うん、その中に入ってるものは、まあ、さっきのあんずジャムはもう酸味がいい感じにマッチングしてて、うん、今回はもう本当にバターが強いっていうか、塩味がね、なんか、うん、バターバターしかね強調されるというか、うん、なんかチーズっていう感じよりかはバターだね、うん、バッタバッタと。何倒す？おらはい、次何いきますか。フィナンシェ。フィナンシェいただきます。しっとり、うん、しっとり、もちもち、まあね、しっとりっていうか表面近いところがなんかねっとりしてない、もう単純にフィナンシェも好きなんで、うん、うまい、すごいバターの香り際立ってる、うん、フィナンシェ。じゃあ次、はい、マドレーヌ。はい、はい、うんうん、美味しい、うん、マドレーヌちょっとバターすごいですね。普通のマドレーヌよりちょっとレモン感が強いかも。うん、だから一口分ぐらいしか食べてないけど、すんげえレモンの味が後まで残る。レモンピューレかな、うん、次、富士の国っていうやつですね。富士山のなんか絵みたいなの入ってる。米粉とアーモンドの香ばしい皮で自家製白おこしあんを包んだお菓子です。いただきます。ほう、うん、アーモンドの香りがする、うん、ぶっちゃけ言っていいですか、うん、このタイプのお菓子、うん、あんま好きじゃない。ちょっとあの、別にもらってるからって言って、うん、僕はもう正直に言いますよ、うん、このタイプはね、昔からね、あんま好きじゃないですよ。富士の国、富士の国じゃない、こういう感じのあるじゃないですか、和菓子。あ、こしあんって言っても、あの砂糖菓子みたいな感じの、うん、あ、粉っぽい。お茶が欲しい、渋い緑茶が欲しい。あったかいのね、うん、じゃあ最後、モナカですね。はい、あの特別パッケージになってみたいですけど。あ、これ特別パッケージ、うん、うさぎちゃん、うん、あれが欲しい。いける、いやー、むずい、なんかもうちょっと言ってから、ね、うん、しーれー難しいポロッポロポロッポロポロッポロ。すいません、お見苦しいところを見せてしまい大変に申し訳ございません。いただきます。いただきます。もうなんかなんか見たことないフォルムになってるんですけど。おいしい、これ。うん、お餅がね、でかい、うん、よくさ、もちりもなかっていうとさ、うん、なんか真ん中の方だけちょろっと餅入ってて、なんかちょっと残念な気持ちになるけど、これはなんかすげえお得感がある。だからね、分ける時もね大変だったんです。でかいんで。これも美味しいよ、うん、うん、あのシンプルな味のあんこで作ったおはぎ、うん、あ、おはぎがなんかこうもなかの中に入ってるイメージ、うん、ほんね、美味しい、うん、もなかは好きなんです僕、うん、特に餅入り、うん、まさにこれ。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。うまっちです。美味しゅうございました。和菓子パウダー。美味しい和菓子のあのセット、うん、送ってくれた的尾さん、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。うまちでした。美味しかったっす。うん、俺ら比較的どれも好きだったかな。うん、もちっと系は大好きっす、うんうん、全部。2023年になっても皆さんにいろいろね、うん、送っていただけるということで、まあ、本当、はい、嬉しい限りでございますわ。でも本当ね、あの見てくださってる方が炎上系のチャンネルだったらさ、絶対送ってこないじゃん多分、うん、炎上系のチャンネルで送られてくるって言ったらさ、絶対脅迫文かなんかぐらいじゃん。あと、あの燃えるネタ、うん、うん、そうだね。まあ、皆さんにね、こう愛していただけてるチャンネル、はい、でも嬉しいです、本当に。ありがたいです、うん、はい、いろんなね、お菓子やいろんなもの、うん、食えるんでね、うん、本当にありがたいです、はい、
これからも皆さんに楽しんでいただけるようなチャンネル作りしていきたいと思いますので、はい、おっす頑張ります、よろしくお願いします、お願いします、お願いします。ということで本日も最後までご覧いただきありがとうございました。ありがとうございました。次回の動画もぜひご覧ください。はい、それではせーの、チャオ。本日も最後までご覧いただきありがとうございます。チャンネル登録お願いします。いいねやコメントもらえたら嬉しいです。その他各種情報に関しては下の説明欄に書いてあります。チェックしてみてください。それではせーの、チャオ。